急性ストレス反応を示す、犬と猫闘争、闘争反応を戦うか逃げるか反応は、動物の恐怖への反応で、差し迫った危機的状況において、戦うか逃げるか、身動きを止める方法で生き延びてきたため備わったと、考えられている。通常は発揮できない怪力を発揮できる反面、緊急時に使用しない内臓への血流が絞られたり、判断力が低下するため、 長期的にストレスを受けると、体や精神に悪影響が出る。闘争か闘争か反応、闘争、闘争反応ともいい、戦うか逃げるか救むか反応、過剰反応、急性ストレス反応とされることもある。火事場の馬鹿力と訳されることもある。1929年に、ウォルター・ビー・キャノンによって、初めて提唱された。キャノンの説によると、動物は、 恐怖に反応して、交換神経系の神経インパルスを発し、自身に戦うか逃げるかを差し迫るという。この反応は、脊椎動物あるいはその他の生物で、ストレス反応を引き起こす、一般適応症候群の初期段階として、後に知られるようになった。恐怖などのストレッサーの刺激が、床下部下垂体に伝達し、 副腎皮質刺激ホルモンが分泌され、アドレナリンとコルチゾールが放出される。その結果以下の変化が起きる。戦うか逃げるか反応に関する文献では、自己情動調整を積極的に取ろうとする、気を紛らわせる、思考停止、認識の再評価、ストレス対処、敬遠、ユーモアに変える。感情的な人は、ストレスのかかる状況下で、不安を感じ、 攻撃的になりやすい傾向があり、戦うか逃げるか反応の影響下に置かれているためと考えられる。腰が抜ける、強い興奮や恐怖、極度に緊張したストレス状態が続いた後に、平常心に戻った時などに起きる症状。自律神経の一つである、交換神経が働いて感情が高ぶり、脈拍が早くなると血管が収縮し、背中の筋肉である。 脊中起立筋をうまく働かせることができなくなった状態。長期的にストレスにさらされ慢性化すると、心臓及び皮膚に損傷が現れ、脳の溶石が縮小することが確認されている。また、高血圧、筋萎縮成長の阻害、免疫低下、不眠症、腹た消化不良、精神疾患を引き起こす。 マリー・アントワネットが処刑前日に白髪になったという伝承があるように、髪が白髪になる。グロー・ホール、ジョン、ワッツ・ザ・パーパス・オブ・ザ・ファイト・ア・フライト・レスポンス。2013年4月18日閲覧。ゴールド・スティン、デビッド・コピン、アイ、エボリューション・オブ・コンセプツ・オブ・ストレス。ストレス10、1920、ドイ10、10.1080。 一計253兆8907億128万8935千七1751万4579カジバの馬カ力ハーベルデスクエアライブラリー WB カノンボディーチェンジズインペインハンガーフィアーレイジアンアカウントオブリーセントリサーチズイントゥーザファンクションオブエモーショナルエキサイトメントアップルトンニューヨーク 1915ハットカノン、ワルター、ボディリーチェンジズインペイン、ハンガー、フィアー、アンドレージ、ニューヨーク、アップルトンハットブラッカ、HSER、ドーズファイトアフライトニードアップデーティングインサイコサマティックス。45、448から449、オクトーバー2004、メディエーションオブザーキュートストレスレスポンスバイザスケルトン、ハット ABCD、アドレナリン、 コルチゾール。ノルエピネフリン。ザスリーメジャーストレスホルモンズ。エクスプレインド。ハフィリンテンポスト。httpwww.huffing テンポスト .com2013-04-19 アドレナリンコルチゾールストレスホルモンズ N3112800HTML2014 年8月16日。閲覧。ヘンリー・グリトマン、アラン・ジェ フリーッドランドダニエル・ライスバーグ、サイコロジー、ww ノートンカンパニー、ISBN0 から393977676、シスラー、ジョッシュ文ミオーラントジマッシューティー・フェルドナー・ジョン・ピー、フォーサイス、エモーション・レギュラーシオンザ・アングザイティ・ディスオーダーズ、アンインテグレーティブ・レビュー。ジャーナル・オブ・サイコ・パソロジービヘイビアル・アセスメント32、6882、ドイ、 1 0 10. 1 0 0 7 s 1 0 8 6 2 0 0 9 9 1 6 1 1 p m c 2 9 0 1 125, 81, 2 1 2 5二 m i d o 2 0 6 2 2 9 8 1 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ PMC2901125 スラッシュ グロス、ジェームズ、シャープニング・ザ・フォーカス、エモーション・レギュラーシオン、アローズル、アンド・ソーシャル・コンピテンス。サイコロジカル・インクワイアリー9・ Q 28、287-290、ドイ、10.1207、S15327965 プライ0904、8、カーシー、T ・ホレッシュ・エヌ・アプター・エージ・エムディ。 グロス JJ, エモーショナルリアクティビティアンドコグニティブレギュレーションインアンクシャスチルドレン。ビヘイビアリサーチアンドセラピー四十八三百八十四三百九十三ドイ、十点一零一六 J ブラッド、二千九点一二零一三プミド二千八万九千二百四十六バリエンテ。C. アイゼンベルグ N、スミス CL ライサー M ファブス RA リソイア。 s, ガスリー IK, マーフィー BC, ザリレーションズオブエフォートフルコントロールリアクティブコントロールツー・チルドレンズエクスターナライジングプロブレムズエーロンギチューディナルアセスメントパーソナリティ7 1 1 1 7 1 1九9 6ドイ、10.1111 1467から6494.7106011プミド14633062腰が抜けるは本当なのかメカニズムを大解剖慢性的なストレスによるコルチゾールの増加が記憶力や思考力を低下させ脳の収縮まで引き起こすカールシーンニール・アール・フィジオロジー・オブ・ビヘイビアーボストン ピアソン、ピアニッシモ、626、ISBN9780205239399、億力8億7909万9798、サイエンティストディスカバー、ホワイトストレスターンズ・ヘア・ホワイト、ハウザ・ストレス・オブ・ファイト・オア・フライト・ターンズ・ヘア・ホワイト。ありがとうございます。